どうも、夫婦の時間でございます。お願いします。ということで前回引き続き、はい、旦那の料理ということで、前回はね、ガパオライスでしたけど、どうでした？めちゃくちゃ美味しかったですよ。そうでしょ、あんな簡単にできるんですよ。まあ、いつもね、私は食べてるんですけど、はい、本当にあのガパオが好きで、簡単やしね、何より簡単ということがいいのよ、俺は。しかもそのガパオから派生して、うん、いつもタコライスとかを作ってくれてたんだって、なんかぼーっとして食べてたから気づかなかったけどそうなんですよ、はい、こう、うまい具合に一度に2品こう作れるように、そうそうそう、てくれてるんですね。うん、ということで、まあ、今回は後半、はい、タコライスの方、はいはい、ご覧ください。どうぞ。前回の動画は概要欄に載せてます。今日は前回ガパオライスを作った時に残ったひき肉を使います。ここまでの工程は前回の動画をご覧ください。調味料はケチャップ適量、中濃ソース適量、カレー粉適量です。味を見ながら決めていってください。大体で構いません。カレー粉はいっぺんにドバッと出ると、大変なことになるので、蓋を使って入れているだけで特に意味はありません。ある程度炒めて水気が少しなくなったら完成です。ご飯の周りに野菜を盛り付け、ひき肉を乗せれば出来上がり。超絶簡単タコライスの完成です。お好みで目玉焼き、マヨネーズ、チーズなどを乗せても美味しいですよ。さあ、ということで、はい、完成いたしました。タコライスでございます。これ本当はね、うん、さっきのあの、ひき肉の、言ったタコライスの素に、うん、まあ、このサラダ、はい。よくスーパーで売ってますよね。一袋100円とかのキャベツとかさ、ミックスサラダみたいなのあるやん。あれをちょっとこう、周りに散らして。なるほどね。家でキャベツを千切りにしたっていいんですよ。レタスとかさ。うん、売ってるやん、今。それもパパーっと散らして目玉焼きを。はい。本当はカットトマトとか。ああ、そういうの乗せても美味しい。それはもうアレンジで。アボカドとかね、乗っけても美味しいとか。うん。まあその辺はアレンジで。はい。はい、ご賞味あれと。タバスコかけたりとかね。ドンタコスみたいなね。あ、パリパリして、お菓子ね。なんか、あれ散らして。そう、ね。今回はね、買うの忘れました。はい。なるほど。お好みで。お好みで。食感が変わっていいですから。ちょっとね、卵チャンスありますんで。なんで卵割るの見せたい？よいしょ。あらー。あー、美味しそうだ、これは。これはもうね。まあ、マヨネーズもかかってね、若干こう、うん、やっぱこってりさした方が、やっぱご飯進みますから。うん、ね。うん。ました、いただきます。野菜もいっぱい取れていいですよ、これ。確かに。はい。どうぞ。口に合うかな。うん。美味しい、美味しい。これもだって、美味しい。あの、ガパオと同じ食材ね。あれ半分に分けて、うん、そこに、言ったら、ケチャップと、ソースと、カレー粉、以上。あ、カレー粉入ってんだ、これ。だからスパイシーでしょ？確かに。うん。やっぱスパイス効いてるから、まあ、カレー粉で代用ということ、うん。本当はね、もっといろんな、なんかスパイスが入ってるんやろうけど、うん。いいのよ、まあ、カレー粉で。めちゃくちゃ美味しいわ、これ。美味しいでしょ？うん。ご飯進む感じで、なんか、なぜかこうエスニックな感じになるのはやっぱカレー粉のおかげなの、うん。カレー粉ってね、案外使えるから。でもこう野菜がさ、結構いっぱい入ってるから、そうそうそう、なんか太らないんじゃないかっていう、うん、錯覚もね。うん、それは錯覚やね。食うたら食うた分太りますから。美味しいでしょ？うん。そう、もうこうやって簡単に、もう、ね、前も言うたけど、俺がモットーにしてるのはもう簡単で早い。そして、そこそこうまい。うん、本格的なね、タコライスじゃないよ、もちろんね。うん、でも、それなりになってるでしょ。いや、もう私からしたら、全然本格的だよ。いや、味音痴やからね。うん、
本当にお店で出てくるみたいな。どこのお店で食うてんの、いつも。でも本当にちょっと作ってみてほしいですね。まあ簡単、本当にケチャップとソースと、うん、あのカレー粉入れるだけやから。まあ塩コショウとかしてますよ。ニンニクちょっと入れてたりとかはするけど、うん。うん。ただそれだけやから。根本的なもんは。あともうマヨネーズ。あと、ね、トマト。トマト缶とかのね、カットトマトとかをちょっと上にパッと乗せても美味しいです。うん、爽やかになります。確かに。タバスコとか。そう。そう。それもね、なかった。ちょっと。あるかなと思ったら、買い忘れたんで、ちょっと。なかったんですけど。美味しいでしょ？もう味付けはお好みでね、本当に濃さはちょっと味見しながら調整してください。入れるものは3種類だけですから。あんま食べたらまた締められへんようになるから、最後。確かに。でもカットトマトとさ、うん、このドンタコス的な、うん、そのスナック、うん、忘れてもさ、ここまで美味しいから。いや、そう、まあまあまあ、基本ここの味やから、うん、このひき肉のやっぱ味が決め手ですから。なるほどね。他はやっぱもう付属品ですから。はい。うん。ぜひ試してみてください。はい、ということで本日は以上でございます。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。今回ははっきり言えた。